たきたって。こんばんは。こんばんは。待ってた、ありがとうございます。ちょっと寝てました。いえいえちょっとね、寝てました。今日は、あ、久しぶりに遊びに来た、ありがとうございます。いつも通りゆるゆる配信ですが、ありがとうございます。お習慣になったってショールームが、ありがとうございます。コジリンやってましたね。ココちゃんの顔パネル作成じゃ、嬉しい、ありがとう。いつも楽しみ。顔パネルって新しいですよね。私の顔のこういう、ね、パネルです面白い、ありがとう。今日誕生日なんです、おめでとうございます。ハッピーバースデー。ココタルのキャプテンは誰ですか。誰なんやろ、分からん。ココナのブログ見たよ。あ、まだ見てないや。私のこと書いてましたか。なんか写真載してもいいって聞かれたから、多分載してくれたんやと思う。嬉しい。かき氷また作ってね、作ります。あ、プリクラ乗ってた？嘘。どのプリクラ乗ってたやろ。お姉ちゃんが登録してて、そのサイトに。お姉ちゃんに送ったんですよ。撮ってって。そしたら撮ってくれて。全部。ココナちゃんにも送ったんで。どれが乗ってるんやろ。そう、イソッペ誕生日です。生誕祭でしたね、今日は。イソッペの。アポロどうなった？アポロあります。じゃじゃーん。完成してる。こんな感じ。じゃじゃーん。お、生誕祭 DMM で見てたって。ケーキみたいでしょ。これケーキみたいでしょ。じゃあいつもの大きさから、いつもの大きさの、じゃーん。でね、小さめをね、こうすればいいんか。小さめを白色にしたんですよ。全部ホワイトチョコにして。すごい、ショートケーキみたい、ほんまに。ちょっと見せにくいな。で、これハート型、溶けそう、手で、手の厚さで溶けそう。食べますよじゃーん。これ大きめ、大きめとハート菓子ぐらい。普通のより全然でかい。もったいなくないよ普通に食べちゃう。でも確かにもったいないかも、このいちごケーキみたいなやつは。これがよくわからん、なクローバーかな、
クローバー。あ、見れてなかったかも。今見れてました？止まってますか？もしかして。あ、来た、動いてる。あ、よかった、メール来たって。アポロちゃん、これアポロちゃんです。止まってましたね。あ、真っ暗やったんや。よいしょ。じゃあクローバーからいただきます。おいしい。かた。やっぱり最後にのした上のやつあるじゃないですか、丸いやつ。硬いです。これあんまり好きじゃないな。でも美味しい。なんか自分の好きな味にできるから違って美味しいですね。ホワイトチョコ。うん、おいしい。ホワイトチョコや。ココちゃん、ココナちゃん、ココナちゃん、ココちゃんが優しい。ん？あ、優しい優しいお姉さんって言ってた。かわいい。みんなココナちゃんのことは、みんなココナちゃんはもう周りの人にね、愛されて育っていく子やと思いますよ。ココナちゃんが可愛いからね、ほんま。可愛い、ほんま。お、明日生誕祭行くって、待ってます。最近ね、めっちゃコーヒーにハマってて、コーヒーと牛乳を割って飲むのがハマってます。これ、そう、大人じゃないですか。どう思います？寝れなくなるやつだから夜寝れへんのかな。そう、ブラックじゃなくて、あ、コーヒー牛乳か。でも砂糖は入れてないです。カフェオレか。カフェオレか。でも前までね、絶対砂糖入れないと飲めなかったんで、成長した気がする。何のコーヒー？なんかね、4倍濃いやつで牛乳と割るってやつです。3倍？どっちか。ブラックは飲めるけど美味しくないんで。うん、いや、美味しいやつって言ってる。そうなんですよ、私味覚めっちゃお子ちゃまやったから。でも最近やっとマスタードも食べれるようになったし、すごくない？成長ですよ。でもわさびは無理やし、
あ、からしも食べれるようになったんですよ最近。納豆についてるじゃないですか。ちょっとね入れて食べるのが好きです、からし。イエーイパクチーはあんまり好きじゃないかな多分。え、マヨネーズ食べれへん人いるんや。でもいますよね、なんかすごい独特やもん。老化じゃないかな。ショートケーキいただきます。ジョロキア？ん？辛いやつ？おもぼるん今日100回目なんや公演。おめでとう。すごい早いですね。わさびは食べれるようになりたいな。わさび。あと何食べれへんけ？分からへん。忘れた。何食べれへんかったっけ？わさびと何だっけ？唐辛子はいけるんですよ最近。あ、生姜か、紅生姜みたいなのが苦手です。さ、紅生姜苦手です。なんか生姜焼きの生姜とかはいけるんですけど、よくお祭りで焼きそばの横についてたりするじゃないですか。ああいう生姜がまだ食べれないですね。みょうがも多分食べれへん。ゆずは食べれるんですよ。タバスコは前ね飲んだことあって多分いけるんですよ。いやー、いつか食べれるようになりたいです。あ、9時に終わったんですか？多分今からキュンちゃん始まってますよね。22時からキュンちゃんやるって書いてた。ええやと思う。ん？違うんかな？わからん。始めた、ほら。ショールームで克服しよう。いやいや。わさび嫌いやもん。絶対食べれへん。もうわさびのツーンってくるのが苦手なんですよね。あとガリあるじゃないですか。ガリお寿司屋さんに絶対ある。あのガリも食べれないです。まだガリって生姜？みょうが？生姜？生姜か。あれをね、美味しく食べれる大人になりたいんです。なんかお母さんとかパパは食べれるんです。
つもパスタに大量にタバスコをかけてしまう。いいな、大人ですね。それはパパみたい。ハメ止まってた。あ、12日13日握手会行くよ、待ってます。カキフライ、カキは食べれないかも。貝類苦手です。海鮮もね、あんまり苦手やから食べれるようになりたいんですよね。なんか海鮮ちゃんぽんとか食べに行ってみたい。貝類がほんま食べれるようになりたいです。ニンニクは大丈夫でも、まるまる入ってるのはあんまり食べれへん。ウニ、ウニ美味しいんですか？なんかウニ食べてみたけど前、って感じでした。でもつぶ貝は好きです。あとホタテの真ん中の貝柱は好きです。北海道で食べたら美味しいって、行きたい北海道。行ってみたいですね。ウニは鮮度にもよる。そうなんや。アサリが無理です。そういう系が無理です。なんかガリって言いそうな感じのやつ。ウニはガリっていう系じゃないけど、なんか。ロケで前食べたことあるんですけど、うーんって感じでした。うん。難しいな。あ、わかるって言ってる人いる。わかりますよね。やばい、目になんか入ったかも。まつげが痛い。え、ココイチでカレー20から食べましたって、すごい。どこまであるんですかね。すごい、20も、20ってすごい。どこまであるのか分からんけど、やっぱり年取ると舌も変わるって。じゃあ年とともに成長しようと思います。先週の土曜のライブでココちゃん好きなの、ありがとう。あ、甘いのも選べるんか。え、5からが限界って言ってる。すごい。じゃあ20ってすごいんじゃないですか。もう真っ赤ちゃん。スパイスやからどういう色なんやろ。お、ココちゃんツイッターフォローした、ありがとうございます。私の弟がココイチで30からのカレー食べたって前に言ってた。すごい、30、すごい、そんなあるんや。上すごいですね。多分舌がナルさんみたいな感じなんですかね。確かにナルさんにね、どれだけ食べれるか食べてもらいたい。そういうの挑戦してみたいけど、なんか勇気ないですね。辛いの得意じゃないんで。普通でも辛いか、確かに普通でも辛い気がする。劇場の近くのカレーうどん屋さん美味しい。どこやろ、どこですか。あ、そう、今日はここらじでしたね。きなこさんがライブの感想言ってくださってたみたいで聞きたかった。甘辛さん出たことあります。でもそのお店はもうなくなっちゃったみたいで残念です。
え、ココイチのカレーアレルギーってあるんや。すげえ。彼女がコンサートでココちゃんのうちわ買ってきてもらった。ありがとう。彼女さんにもありがとう言っといてください。ロシアうどん懐かしい。でも全然辛くなかったっていう。多分辛いのその前に食べてたんで余計なんか涙が出やすかった。でも一番辛かったのはカワイアンの何やっけ、あ、限界突破や。限界突破の時に、その時もなるさんいたんですけど、なるさんも辛いってやってたチャーハン、デスチャーハンがめっちゃ辛くて、あれはほんま食べた瞬間もすごかったです。涙止まらなかった。そう、京都のやつかな。うん、そう、京都のやつ、歌作ってたやつです。懐かしい。あ、ゴーグルつけて、そうやってたやつ、やばかった。一畳二畳、懐かしいですね。九条ネギの歌好き。面白い。懐かしい。懐かしいな。もう一回ロケ行きたいな。あの時チームも違ってなるさんとかゆうりさんとか。今もう一回ロケ行きたいです。みんな詳しいな。ロバートさん元気かな。あ、この間テレビで見ました。面白いですよね。パパさんめっちゃ料理うまいですよね。すごい。初見ってありがとうございます。私多分辛党より甘党かな。うん、でも辛いの食べたいって思う時あるけど、そこまで辛いのは食べれない。です。でもキムチは食べれるようになりました。昔まで食べれんくて。やっぱ甘いのだよねって。そう、甘いの、うん、好き、めっちゃ。蜂蜜食べたいんですよ。蜂蜜のね、動画を見てて、蜂蜜を撮る動画みたいな。ありますね。止まってました。また広島つけ麺30辛マジでやばい。辛そう。プーさんか。面白い。プーさんの話で止まったよ。そう、蜂蜜が食べたいんです。前ね、原宿に蜂蜜アイスのお店があって、それ目当てで行ってたんですけど、もう最近なくなって、私はもうそれが食べたくて仕方ないです。
マヌカハニー食べてみたい。確かに美味しいですよね、マヌカハニー。しかも喉にめっちゃいいから。でも高いですよね。甘いもの苦手。嘘。やっぱり年齢とか好みで違うんですかね。え、めっちゃいいやん。私も取りに行きたいです、はちみつ。いつか YNN さんで取りに行きたいな。そうそう、蜂の巣が乗ってるアイスのお店です。レイチェルと交流ある？今日レイチェルさんと会いましたよ。交流あります、普通に。蜂怖いよって。確かに刺されると痛いですよね。でもなんか注射器みたいになりますよね、刺された時の。あれがあればいけそうな気がする。どうなんやろ。じゃあそろそろ終わろうと思います。いきなりやけど。じゃあランキング発表します。1位カエルさん、ありがとうございます。2位がハリーさん、3位がヘスターさん、4位が星ジュニアさん、5位がジュンヤさん、6位が少年ちゃデキさん、7位が白縫さん、8位が少年さん、9位がヤマさん、10位がチームエモシさん、11位がメディさん、12位がハッヨックンさん、13位がピロッポさんです。ありがとうございます。そう、明日はここにだって天使はいる公園の、ね、ココナちゃんの生誕祭なので、海山ココナちゃんのちょっと練習しようと思います。なので早めに終わります。約4021人の皆さん見てくださりありがとうございました。コメントとカウントとコンペイトとギフトもありがとうございます。バイバイ、おやすみなさい。明日もショールームします。バイバーイ。